タンスから見える。高校時代の英語教師に聞いた話。その先生は、わかりやすいという授業と、淡々としたユーモアが売りで、生徒とはあまり、馴れ合うことはないけれど、なかなか人気のある先生だった。昔奥さんが死んだ時、話の始まりがこれだったんで、そんな事実、初耳だった我々は、その時点で相当ビビり気味だったんだけど、彼はよく不思議な幻を見たそうだ。それはもう使う人がいない奥さん用のタンスの引き出しが開き、そこから奥さんが頭半分出してベッドに寝ている先生を見ているというものだった。彼は、ああ、家族の死で私は精神的に不安定になっているんだな、と病院に行った。精神科などに薬などを出してもらい、なるべく疲れないよう、ストレスをためないようにしてみたんだが、奥さんは相変わらず夜になると、タンスの引き出しに姿を現し、微妙なポージングで彼を見ていたそうだ。精神的なものでないのなら、現実に起こっていることだと判断した先生。ある時、そのタンスの引き出しに体を入れて、全身、ガタガタ揺すりながら、長い時間をかけて引き出しを閉めてしまったそうだ。そこで長いこと待っていると、あら?とかなんとか奥さんの声がしたそうだ。思えば、リアクションを用意していたわけではない先生、困っていると。あなたは太ってるから、ここじゃ無理よ、と奥さんが言って、先生もそうだなと思い、またガタガタやって出たそうだ。そのタンスはまだ先生の家にあり、疲れた時などに奥さんが登場しているのが、出入り花に見えるとのこと。この話の締めとして、私は大丈夫だったけれど、気弱な人だったら、引き出しに入ったまま死んでもいい、そう思ってしまうかもしれない、居心地の良さだった、と淡々と語っていたよ。僕は死んだんだ。俺は釣りが趣味で、富士の湖でバスフィッシングをしていた時のこと。朝から出かけて全然釣れなくて、もう昼だし、飯でも食おうかと思い、周りを見渡すと、木陰のちょうどいい感じの椅子が椅子の代わりになりそうな感じだった。ツナマヨを食べながら、だいぶ暖かくなってきたから、梅干しとか、殺菌作用がある具が良かったかな、なんて思っていると、いきなりおっさんが横に立っていた。裏手は林になってはいたが、見通しが悪いというほどではなかったんで、どこから来たんだ?と、ものすごく驚いた。が、真っ昼間だし、寒気とかないし、幽霊とかなんとか言うのは思いつかず、地元の人だろうと思って、こんにちは、と挨拶をすると、おっさんはこっちを見ながら、その石に近寄っていいかい?と聞いてきたんだ。意味はわからなかったけど、地元では何か大切なものかもしれない。居すぎなんかしちゃってまずかったかなと思い、すいませんって言葉が口に出て、その石から立ち上がったんだ。するとおっさん、石の近くに近づいてこう言ったんだ。僕は死んだんだ。意味がわからなかった。はっきりと見えるし、幽霊らしい怖さも何もない。というか、真っ昼間の晴天でちょっと暑いくらいだったし、頭をよぎったのは社会的に死んで、自ら死を選ぼうとしている人なのかな、そんなイメージだった。だけどそう言われて僕は何を話していいかわからずに
立ち尽くしていた。続けておっさんは、死んで分かったのは、水辺とか特定の石の近くだと意識がはっきりするんだけど、そこから離れてしまうと何も考えることができなくなって消えそうになる。それが怖いんだ。と喋って、石のそばの木を一周ぐるりと回ろうとして、木の陰に隠れたら、そこから消えていた。おっさんが何を伝えたかったのかさっぱりわからなかったし、怖い感じはなかったけど、さすがにダッシュで逃げたよ。紫の瞳。数年前のことですが、家に親戚の子が遊びに来ていたんだけど、今でも思い出したくもないようなことがあった。親戚の子は親と訪問。俺は自分の親と親戚の親と三人で、一階の客間で世間話をしていた。親戚の子は二階で遊ばせておくことに。しばらくたわいもない話をして二階に上がると、親戚の子がとことこと駆け寄ってきてこう言った。黄色いモフモフが歩いていたよって。黄色いモフモフっていうのは、俺がセブンイレブンのくじ引きで当てたカピバラさんの抱き人形か人形だと思われる。それが歩いていたって。まあ幼稚園の子が言うことだし、風で動いたとかそんなもんだろう。そう思ってカピバラさんのいる部屋に。部屋の窓が開けっぱなしだったことも思い出した。そこの部屋のドアをガラッと開けた。そこにいたのはカピバラさん。ともう一人、知らない女の子だった。背丈は1メートルちょっとくらい、明るい茶髪のゆるふわヘアーの赤いワンピースを着た西洋系の顔立ちの女の子。その子がカピバラさんを抱えて、紫色の瞳でじっとこちらを見て佇んでいた。え？こんなところに外国人？しかも知らない子だよな。え、どっから入ってきたの？いろんなことを思っているうちに、その子はカピバラさんをそっと置いて、窓からひょいっと飛び降りて、どこかに行ってしまった。一体何だったんだ？後で親戚の子に話を聞いたんだが、カピバラさんが一人でに動いていたとのことなので、あの女の子が見えていたのは俺だけだったみたいだ。自分の家の地域で、昔何か事件があったとかも特に聞いてはいないので、あの子の正体が未だにわからない。ただ、今でもあの無機質な紫色の瞳を思い出してしまうと、なぜか背筋がゾワッとするんだよ。生放送。この前たまたま聞いたネットラジオで、深夜に怖い話をやっていた。あらかじめ募集しておいたリスナーに直接電話をかけて、2分程度の怖い話をしてもらおうという形式。当然素人だから、あんまり怖くない話もあるんだけど、そこが逆にリアルで面白かった。その中で一番ゾッとした話。内容は、霊感のある人に自分の部屋を見せたとき、この部屋に5、6体はいるよって言われて、というありきたりなもの。それを男が笑いながら冗談っぽく話していて、こっちも、それ多すぎ、やばいだろって感じで聞いていたんだけど、今までは気配感じるくらいだったから放置していたんですけど、それがついさっき反乱を起こしたんですよ。なんか、物音がバンバンして、棚が倒れてきたり。このあたりから、男の様子が変だってことに気がついた。よく聞いてみると、声を震わせて、笑いながら喋っていると思ったら、ずっと泣いていたんだよ、そいつ。今も周りから、すごく視線を感じて、めちゃくちゃ怖いんです。助けてください。どうしたらいいんですか？とか言い出して、完全に号泣状態。生放送で
これを聞いていた時は本当に怖かったよ。しばらくすると男も落ち着いてきて、すいませんでした。もう大丈夫ですって言って電話切ったよ。完全に放送主が怖がってしまって、しばらく異様な雰囲気になっていた。女中。突然だが、私は太っているためか、いびきがかなりうるさいらしい。先日、伊豆の温泉に社員旅行に行ったんだが、私が夜中、ふと目を覚ますと、ホテルの部屋の中は誰もいなかった。どうやら、同じ部屋の軟弱な後輩たちは、私のいびきに耐えかねて、他の同僚の部屋に避難したようだ。まあいいか。さて、トイレでも行くかね、と、トイレに向かうが、部屋の電気がつかない。後で気づいたんだが、部屋のキーを挿していないと、電源が入らないタイプの部屋で、後輩がそのキーを持って行ってしまっていた。ちょっと怖いので、ドアを開けたままにする、いい歳の私。しばらくすると部屋の方から、ひた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 、と、部屋の中を裸足で歩き回る音が。なるほど。私は後輩がいびきの仕返しに、私を驚かせてやろうと、ドッキリを仕掛けてきたんだな、と考えた。さすが我が後輩たちだ。でもね、俺はもっと上なんだよ。帰り討ちにしてくれるわ。一人でニヤニヤしながら、そーっと音を立てないように、部屋のドアから廊下に出た。非常口から中庭にこっそりと回った。私が泊まっている部屋は、一階の角部屋。非常口から外に出れば、簡単に部屋の外に回り込むことができた。私は後輩たちに気がつかれないよう、窓の方に近づいて、そっと部屋を覗き込んだ。真っ暗な部屋の中、立っている人影が確認できた。私は深呼吸をしてから、思いっきり窓をガタガタさせて叫んだ。こら！すると、私に気がついた人影が、ものすごい勢いで、こちらにスーッと平行移動で近づいてきた。あれ？ビビってない？というか、後輩じゃない。うわ！見ると、お盆を手にした和服姿の女中さん。舌を向いたまま、こちらに突っ込んでくる。やばい、人間じゃない。私は驚き、裸足のまま猛ダッシュで逃げた。走りながら振り返ると、女がお盆をカタカタ震わせながら追いかけてくる。もうあとは無我夢中で逃げて、他の同僚を叩き起こし、部屋に入れてもらった。しばらくドアの前をカタカタ音が行ったり来たりするのが聞こえていたけど、やがて静かになった。翌朝、部屋からいなくなった後輩に、この話をしたところ、奴はこう答えた。いびきなんて関係ない。先輩の寝ている顔をずっと覗き込んでいる女がいた。だから怖くなって逃げた、と。ちょっと白状だよね。午後からのあなたの運勢を占う。午後からじゃんけんタイム。それでは皆さん行きますよ。準備はよろしいでしょうか。じゃんけんポン。はい、私はチョキを出しましたですので、グーを出したあなたね。グリッドマン、誰もがみなヒーローになれるよ、ということで、皆さんもねヒーローになれます、きっと。きっと、ね。でも会社でやらないでくださいね。アクセスフラッシュとか言ってね。やるとちょっとさすがにちょっとね。学校でもさすがにちょっとね。普段そういうキャラならいいんですけど、そういうキャラじゃない場合がありますからね。リカちゃんとか言わないようにね。太ももとか言ったらダメですよ。変な目で見られますからね。
女性社員からの目がね、もう、なんかね、生ゴミを見るような目でね、目に変わりますからね。やだわ。太ももとか叫んでる。私の太ももそういう風に見てるのね。やだわ。この汚物が、みたいなね、感じで見られますから気をつけてくださいね。ということで、今日のラッキーアイテムはですね、暑いですね。ちょっと暑いですよね。ねえ。何なんですかね。まあでもまた週末は寒くなるということですので、まあ、こんな暑い日ですからね。今日のラッキーアイテムはお蕎麦です。なんで？お蕎麦、ざる蕎麦もいいですね。かけ蕎麦もいいですね。一杯のかけ蕎麦、感動ですね。あれ一杯のかけ蕎麦だから感動するんですよ。あれはね。いい話ですよね。あれが、一杯の、ペペロンチーニだったらどうします？一杯のペペロンチーニ。一皿のペペロンチーニ。なんか感動が薄れるじゃないですか。ね。ね。一杯の、一皿のフィットチーネとかね。よく知らないんだけど。ね。お蕎麦でございます。あったかいのもよし。冷たいのもよし。まあ、ギリ中華蕎麦も OK にしようか。ね。ね、蕎麦だからね。ね、そういうことで、皆さん、ありがとうございます。ちょっと体調がね、本当にね、回復しなくてね、別に、何もできないとかではないんですよ。普通に生きてますし、普通に行動してますし、仕事もしてますし、ね、食事もしておりますし。なんですけど、何かね、なんか強いて言えば、ピッコロさんが、常に重たい道着着てるじゃないですか。重たい、マント羽織ってるじゃないですか。あんな感じ。常になんかおぼったいみたいな。あと彦清十郎師匠が、マントと肩当てって、重たいだけじゃなくて、筋肉を逆に反るようになってるんですよね。それに対抗して筋肉が鍛えられるような、彦師匠の肩当てとマント。あれを羽織ってるような状態です。なんとなく。なんかなんだろうな。誰かが私を抑え込んでるな、みたいなね。可愛い女の子だったらいいのにな。ということで、まあ、お花の子でした。またね。ありがとう。